あ、これはたまった、ダム停滞、水を溜めてる方ですね。流木が押し寄せ。これ湖面ですか？湖面です。一方、日枝さんはこの日、二豚にダムに大量の流木が押し寄せたことがダムを危険な状態に陥れたのではないかと指摘する。水面が見えない。で、結局折り重なってるわけですよね。薄くじゃなくてものすごい厚みを持って、そう排水口にそれを押し寄せてると水の流れ渋くなるはずなんですね。ですから、あのゲートが開いた通りに水が出なかったんだと思うんですね。だから溜まり一本になって本当に危なかったんじゃないか。ちょっと待って、これはね、はい、あ、ちょっと待って、あ、これはその例の、あの台風10号。北海道大学名誉教授で林業に詳しい石垣健吉さんは、8月10日、水害の直後に二豚にダムを訪れている。石垣さんは、ダム湖を埋めた無数の流木を見て、強い衝撃を受けた。この流木、それにしてもすごい流木だと。どうしてどっからこんなに出てきたんだろうと。で、この流木、あの写真見ても分かる、おかしいぞと。この流木がこう出てくるんであればね、はい、山崩れで山の斜面の林が木が倒れて出てくるんならば、この時期ですから木の葉っぱいっぱいつけたり、生木の流木が出てが大部分のはずだと。これみんな生木でないと。石垣さんは戦後国有林で行われた大伐採の時に山に残された木、それに加えて乱伐で森が荒れたため倒れ込んで沢に溜まっていた木が大雨で一気に流れ出したのではないかと見る。土砂崩れの多い、あの土質と地形ですから、そういうものが溜まって溜まって、それがこのかつてない大雨で一斉に出たんだと思いますね。ということは、まあある意味ではこれは林業のツケも一緒に出てきたっていうことですよね。アイヌの人々は木をシリコロカムイと呼んだ。大地を守る神様という意味である。木が切られれば大地が荒れ、大地が荒れれば川が死ぬ。貝沢浩一さんは上流の森の荒廃を放置しながらダムによる治水を行おうとする国の政策に疑問を拭えない。大きいのあるね。どこですか？上流に。あれで細い方ですよ。根こそぎ来てるということは、うん、要するに川岸に入って、これだってそうだと思うよ。川岸に入ってた木だと思うよ。この左側ね、うん、左側、うん、木の根ごと来てるでしょ、はい、というのは川岸にあったのが、あの根を水でさらわれて倒れて流れてくると。うん、山はが安定しない。あそこにちょっとこう林道みたいに見えるけど、ああやってまあ切ってからこれ30年ぐらい経ってる山だろうと思うけど、木を切るためにちょっとこうなんか道入ってるように見えますよね。はいはい、ああいうのをやるから今度そこでこの根が遮られますよね。それから崩れるようになる。で、正面見ても分かるけど、あれ小さい沢なんだよね。はい、だけど木が倒されて足元の土がえぐられるからどんどん崩れて、はい、あれが大雨で今度全部流れていくでしょ。だから、あれしょ、ビラトリダム何百億かかるか分かんないけど、その何百、あのもし300億だとしたら、
1年間に3億ずつ森林の維持に出してごらん。100年間続けれるんだよ。効果上がるかどうかは分からないけれど、まずは山を健全にして、川を健全にして、それでもダメなら作ればいいんですよ。鳩山由紀夫君を内閣総理大臣に指名することに決まりました。去年9月、前原国土交通大臣は国が行うダム建設事業を凍結する方針を表明した。基本的な考えといたしまして、直轄事業と水資源機構事業では平成21年度内に用地買収や本体工事などの各段階には新たに入らないことといたします。結論から申し上げますと、先ほど申し上げた全国のダム事業の見直しに連動させて、ビラトリダムにつきましても当面開設を延期をさせていただきたいと、このように考えております。ダム計画の地元ビラトリ町では国に対する反発が強まった。町議会はビラトリダムの早期着工を求める意見書を全員一致で採択した。もしもこのまま事業凍結から中止の方向となれば、長年洪水対策に苦しんでまいりました猿川流域の治水の歴史に大きな汚点を残す結果となってしまいます。地元に事前の説明もなく、また将来の展望も示さない中で、トップダウンの一方的なダム工事の凍結については、私としても到底容認できるものではございません。国土交通省では、ダム建設の是非を新たな審議会を設けて検討する方針だとしている。建設の凍結がダム計画の中止にまで至るようなことがあれば、かつて清流だった猿川の流域には裁判で違法とされ砂に埋もれつつあるダムが一つ残されることになる。着工で落ちたことが地域の将来にとって間違いであったんではないかと、やっぱりそういう反省がね、私の心の中にやっぱり出てきますよね。だけど今はまたね、残されたダムをやってもらわなきゃならんというのが地域住民の大きな声なんですね。一つのダムだけが残されたんだと不安だと。そうですね、全くないならまた別ですけども、二つで一つの目的を果たそうというのに、一つだけできて一つはやめるということになるとね、これは大変だと思わざるをいないんですよね。しかも全く地元の意見を十分聞かずにですね、凍結は中止だということになりますとね、非常にありきれない。一体何を信頼していいのか、政治の信頼性にもね、大きな私は問題があると思うんですよね。自分たちが今までいろんな説明を受けてきたことは一体何だったんだろう。そうなんです。20年も30年もね、この問題に取り組んできて、いろんな悩みや苦しみを経て今日に至った。一体何でこんなことをやってきたんだろうと。